はい、おはようございます。ナロです。今日はですね、魚のアラを使って究極にうまいアラ汁をね、作ってみたいと思います。普段大量の魚をさばいていると頭とか骨がね、結構余ったりするんです。そこでそのね、頭を大量に入れて煮込んだらめちゃくちゃうまいアラ汁ができるんじゃないかと。ということで今回はですね、大量の魚の頭とエビの頭を使って究極のアラ汁をね、作りたいと思いますので、ぜひ動画の方最後までご覧ください。はい、ということでね、今回用意したのがこちらの食材でございます。まずね、絶対アラ汁に入れたかったのがマダイ。で、マダイはとりあえずアラ汁には欠かせないと。なぜかというと、コクが出るんです。で、アラ汁に深みが出るんですよ。なので、タイの頭だけは絶対入れようというところで、タイを入れました。で、後ろに見えているのがですね、これね、ホウボウです。このホウボウが入ると、品が出るんじゃないかなと。ホウボウだけで出汁を取ると、非常に魚のスッキリとした品のあるね、出汁が出るんです。だから、ホウボウは入れようということで、ホウボウを選びました。この手前にあるのが、旬のイサキ。このイサキはですね、今の時期ね、脂乗ってて非常に美味しいです。旬のものを入れとこうというところで、イサキも入れてます。そしてこの手前にあるのがですね、銚子産のジキンメダイなんです。しかも800から 900g のサイズです。その高級魚を入れて、高級魚でアラをかぶせるぞというところで、今日はね、2杯頭を2つ分使ってアラ汁を作るんですが、欠かせないのはこちらです。生のね、甘エビが入っていたんで、これは出汁が出るぞと。甘エビのですね、頭だけを全部取って、味噌が入ってます。大体そうですね、80尾ぐらい入れてます。このメンバーで究極のだし汁を、あら汁を作っていきたいと思います。まずはですね、お湯を沸騰させて、沸騰したお湯にあらを入れて霜降りしていきます。で、周りについている余計なね、あの血合いですとか鱗ですとか、そういうのをね、きれいに掃除していきます。一回あのさっとお湯の中に入れて冷水にとってですね、水に流したら冷水にとって鱗を取っていきます。湯引きしているだし汁だけちょっと濁ってるんじゃないですか。これだけね、魚の旨味が出てるんですけど、臭みも出てるんで、このね、サッとやった部分の水は捨ててしまいます。で、このようにね、冷水でやって、黒子とか血合いとかをきれいに掃除していきます。で、一回掃除したアラがこのような形になっています。今回はですね、水は2リットルです。2リットルのお水から 300cc の、アラ汁を作ることです。究極ですよね。はい、まず水の状態から、頭を入れて、水で入れて、火をかけていきます。で、強火で煮ていきます。でね、もうちょっとね、温度が温まってくると、金目鯛とかマダイから油出てるの分かりますよね。油が出てます。これがね、魚の油ですね。水から出すことによって、魚の旨味を、ね、引き出していこう。でですね、ここに、大量の、ね、甘エビを入れていきます。この甘エビは沸騰する直前、投入します。でも溢れるぐらいあるんですけど、これ沸騰して身が崩れていったら、ね、凝縮してかさは減りますので、大量に入れられるだけ入れます。沸騰する直前ぐらい。結構ねアクが出るんですけど、アクはねあえて取らずに、そのままアクも旨味だということで、アクもそのままにしてあります。はい、ということでね、10時間ぐらい経ちました。沸騰したら水を入れ、ちょっと落ち着かせて、また煮込んで、これをね10時間ほど繰り返してます。見てください、真ん中のところ油です。でも汁はですね、白湯になってますよね。で、魚の旨味がね、凝縮して出てると思います。もう魚の原型はほとんどないんじゃないでしょうか。魚は粉々になっちゃってますよね。これでね、まだ水の方が 1.6 から 1.7 リッターぐらいありますんで、これを300まで煮詰めていくわけです、最後に。ということで最後にね、強火で一気に煮詰めていきたいと思います。はい、ということでね、だいぶ煮詰まりました。豚骨ラーメンみたいになってます。こちらを今からこしていきます。うおー、すげえ、油が固まってますよ、上で。すごいですね。まだ多分500-600あるんです。これを半分の量までさらに煮詰めていきます。
ということでね、できましたよ。見てください。ウィーヤベースですね。とろみがあるぐらいのあら汁が。あら汁なんでしょうか、果たしてこれは。ということでね、いただいてみたいと思います。魚の骨と、ちょっと水だけです。2リッターあったのが、300ミリリットル。まあ、凝縮しました。すごい色しますね。こんなのね、うまくないわけないじゃないですか。魚のエキスが詰まってるんで、もう嬉しくてしょうがないです。いただきます。いやー、うまい。めちゃくちゃうまいです。魚の旨味と、エビの香り。タイとかキンメの旨味がするのと、香りがエビなんで、いやもう最高にうまいですね、これ。無添加ですよ。しかも塩分もしっかり出ていて、ほんと塩なんて入れなくて全然いいですね。美味しいな。カレー飲んでみたいですよ。カレーって違うかな。とにかくやばいと思います。これね、あのあと時間があったらやるの、絶対やると思います。エビを入れるのとタイを入れるのがポイントな気がしますね。あとはね、いろんな旬の魚とか入れて作ったら、いろんな味ができてね、楽しめるんじゃないでしょうか。ということでね、魚の素晴らしさを再認識するあら汁でした。ありがとうございました。ナイス。